はい、では本日もね、隠居の流儀を振り返りながらお話していこうかと思います。今日はそうですね、なんでね、目標をしっかりと立てても達成しないのかっていうことで、日常に潜む罠ですよね。ちょっと疲れたなっていう時にもうちゃんとね、癒しがね、そこに待ってるんですよ。ちょっとまあ同じことやって飽きちゃったなっていう時に、娯楽がその目の前にね、ちらつくわけなんですよ。だからそれを排除しながら行かないといけない。もしくは最初からそういうものがない環境に、整えてからことを始めてはどうかなっていうところをね、語っております。週休2日とかね、週に1回休みとか、このペースも、妙なわけなんですよ。実は仕組まれているんではないかなと。ビジネスを志す以上、ビジネスで癒されて、ビジネスで、ビジネスで疲れてか。ビジネスで疲れてもビジネスで癒されるみたいなね。そんな関係ではなくてはいけないですし、接客業の方もどうですかね。お客様に、疲れてお客様に癒されるみたいな。そんなところってあると思うんですよ。趣味をお持ちの方だったらね、わかると思いますけども、その趣味に癒されるってもの。それが、やっぱりこう自分の身を立てようと思った道がビジネスだったら、やっぱりね、ビジネスはビジネスでやって、余暇は余暇で送るみたいな、このオンオフ分離ではなくてですね、もうビジネスそのものが休憩なんだというね。ビジネスをやってると楽しいし、癒されるし、それでいて、真剣に自分の全知全能がね、そこに注ぎ込めるから、やりきった感があるんだというね。そういう気持ちでやっていければいいんじゃないかなと思います。千里の道も一歩なりと言いますけども、千里の道を行くときにはね、途中でいろんなことがあるわけですよ。谷があったり山があったりね。でもその全てが自分の目指した人生の上にあるものですから、言い訳をせずね、やっぱこなしていくっていうところが大事なのかなと思います。それではね、本編の方をご覧ください。2017年のお金持ちになる10日間の中の一節でございます。どうぞ。こんにちは。今日もいきなりライブ配信が始まります。速稼塾の久保です。この火山院からお送りするお金持ちになるための1日目、2日目、3日目ということで、今日は3日目をお届けするわけなんですけども、今までお話したのはまずはですね、1日目。とりあえず始めること、1000日後の1日と思って今日を刻むこと、1日目を始めることという、いわゆるですね、これは決断をして行動しましょうってことですよね。で、2つ目は、無益なことをやめること、実益のないことをやめることです。それは、極端なこと言ったらですよ。これを言ったらまた反感を買うかもしれませんけども、私は目的を達成するために、恋愛ですとか、プライベートとかですね、それから自分のモチベーションが落ちることとか、もう遊びとか、そういうのは完全に無視するわけですよ。だから、もうみんなが遊んでる時でも関係なし、自分は、極めるために、一つを極めるためにやると。要するにですね、決断をしたら、他のことを諦めて何もしないっていう、その、体制を作ることですよね。みんな得意なのは、みんながすぐできるのは、やりたいことをやるのはすぐできるんですけども、やめるべきことをやめるということが苦手なんですよね。やめることを決めるってことですかね。で、私の場合はもう完全に、もう夜遊びもしなくなって、お金を使うこともやめて、携帯も全然誰のも出ないとかね。で、飲みに誘われても行かないですし、異業種交流会もやめて、ランチ会も行かずに、ひたすら、15時間16時間毎日、ネットのことばっかりやってました。たった一人でそれやってました。で、たまに出かけるときは東京の六本木ヒルズだったですよね。そういうふうにして徹底してやることっていうのが、二つ目、二日目にできることなんですよ。もう一回ここまで言いますけども、一日目にやることを決めたら、二日目はやらないことを決めるということで、ほとんどの目的に達しないことを全部やってしまうことですよね。あ、西江さんどうもこんにちは。やばい、本日の私です、なってます。私の場合はもう、はっきり言って、今カープがね、広島市内ではものすごく盛り上がってるんですけども、自分の目的があるときはあんなのに飲まれないですよね。で、昨日お話したのは、ストレスを無視するってことも入ってます。要するに、人間の暮らしってのは、何か仕事をしたりとか、なんか毎日送ってると、適度にストレスが溜まってきて、いい感じの時に休みが来てストレス発散のためのですね、要するに消費活動があるわけですよ。物を買ったりとか、レジャーをしたりとか、誰かと会ってお酒を飲んだりみたいなレジャーが待ち構えているんで、よし、今日も今週も頑張ったんで、自分にご褒美をあげないといけないなと、ガス抜きをしないといけないなってことで、簡単に安易にそっちに流れてしまうんですよね。もしくは、上司や部下とか社会に対する不満を言ったり、誰かと揉めてみたりとか、喧嘩をしてみたりとか、口論に口論で返したりとか、こういうことすると、目の前のストレスを発散できるんですけども、はっきり言って目的に向かうときにこういうのは一切いらないわけなんですよね。ですから人に会えば、
どっちかっていうと、励まし合うよりも、けなし合うことの方が増えるんで、もう人に会わないってことをしてですね、会わないと時間がすっごくできるんで、学習をするっていうパターンに入っていきます。これが2日目にやることなんですよ。無益なことをやらないというね。で、そうなると、まあ、私のことなんてすごくつまんない人間に思えるんですよ。趣味もなしに、なんか流行りのものにも気を止めずにね、お酒も飲まないし、まあ、パチンコもしたことがないですし、だって人生にそういうのがいらないと思ってるんですよ。んで、いつかやるときは来るでしょうけども、それは全てを手に入れて自由になった後でやればいいかなと思ってるんですよね。だから順番が全く逆なんですよ。レジャーをするのは自分の身を立てた後っていうふうに決めてるんですよね。気分の浮き沈みあります。そうですね。気分の浮き沈みあると思います。で、そこをコントロールするのがマスターマインドでございますが、なかなかいきなりは苦しいと思います。まあ私の場合はそういうふうにもう完全に諦めたってことで、割り切るというよりも諦めるんですよ。人に会うのもやめると。電話も出ないとか極端なわけですよ。もう出勤すらしないとかね。まあ、そういう暮らしをしばらく続けていくと、恐ろしいほど自分が変化するんですよ。例えば私は、三味線の稽古を始めてですね、2、3ヶ月、まだ3ヶ月にならないんですけども、集中して毎日やってるわけなんですよ。そうなると、5年目の人と今度一緒にやることに、もうステージが決まってるんですよね。5年ぐらいキャリアが進んでる人ともう同じレベルで、曲をやったり歌ったりするわけなんですよ。で、そうすると私がやってたのは2ヶ月。じゃあ5年やってた人は何なんだってことになりますけども、やっぱり稽古のペースっていうのは皆さんね、2週間に1回とか1週間に1回みたいなペースで、たまに練習してたまに自主練習するって形なんですけど、私はがっつりこればっかりなんですよ。だからやっぱり3ヶ月前なんてのは私が三味線に触れるなんてもう想像できなかったんですけども、それからというものを毎日のようにやってますから、意識もそっちに向くし、三味線の曲も聴くようになるしってことして、人生がそっちに向いていくんですよ。有益なことだけに、特化していくようになります。まあちょっと話しすぎるんで3日目の話をしないといけないんですけど、3日目は何をするかって言ったら環境を整えるって話ですよね。やることを1日で決めて、やらないことを決めたら3日目は環境を整えるんですよ。環境を整えるってことは不安要素をもうすでにですね取り払って、新しく自分がトライすることだけに1日中使えるようにすると。で、小さい例で言ったら、外食しなくても済むように食材を買い込んでしまうとかね。で、最初に食事を取るっていう支払いと時間を先にもうキープしておくわけなんですよ。で、お腹が空いたらそこで食べるとかね。お、マイク、加藤さん、どうも、東京ではお世話になりました。始まりました。で、そういう風にして環境を整えて、邪魔が入らないように。していくってことなんですよね。そうすると1日に睡眠時間以外はそればっかりできるわけですよ。私の場合極端に16時間とか突っ込むわけなんですよ。16時間、例えばネットビジネスだったらネットビジネスだけをして8時間だけ寝るみたいなことを2013年の6月14日から始めた結果、まあ1年ぐらいでですね、月収100万っていうのを最初に経験して、まあ1年6ヶ月だったかな、6ヶ月で初めて月収100万を経験して、マイクさんありがとうございます、またよろしくお願いします。放送の方もねよろしくお願いします。でね、マイクさんね、今日ねすごく面白いことがあったんですよ。もうご存知だと思うんですけど、今朝の私のライブ放送見てる方はご存知だと思うんですけども、私いつものにね、火山院の道のりをこうやって行ってて、修行場まで行く前にまあ生放送しようかなと思って、まあ Facebook のねライブを始めたんですよ。でそこでいろいろ喋ってましたと、独立企業は素晴らしいんだぞみたいなこと言ったと思うんですけども、その途中で学校教育がなんかね役に立たないんだみたいなことを始めたんですけども、そこにですね通学中の生徒さんが足を止め出したんですよ。でずらーっとですね、で、先生も来たんですよ。で、そうなると僕もちょっと意識してですね、学校の先生にいいこと言わないといけないなというところと、生徒さんをその気にさせないといけないなってことなんで、独立企業はめちゃくちゃ進めるんだけども、一人でビジネスをやろうと思ったら、頭の良さがすごく大事になってきますよっていうふうな、まあ、形のことをお話したんですよ。それで、小学校、中学校、高校ぐらいの勉強は、片手でこなせるようにならないと、社会にいたらもっと厳しいですよみたいなこと言ったと思うんですよね。高校で収入はいただけなんですよ。高校で収入は別にもらってません。非公式だったんで、で、続きを言いますと、そのまんま、ホームルームでなんか喋ってくんないかっていうふうに先生が言われたんで、私まあ、その後15分ぐらいで、こうね、学校がありましたんで行ったんですよ。それでホームルームで非公式なんで記録はダメって言われたんですけども、ちょうどね、1年生の、クラスでした。1年生のクラスでみんなね、こう、初々しくやってるわけなんですけども、やっぱり学力の低下の問題で、最近はやってたらしいんですよ。そこでですね、私は言いました。千分の一日を過ごせと。千日をもって初日として、万日をもって極めとする。要するに、千日後に、
自分が確実に何かの勝負に勝てるがために今日は送ってますかみたいなところからね、話を始めて、千日後って言ったら受験が3年後には控えてますよねとか、大学進学とか、社会に出ていく人もいるでしょうっていうお話をしながらですね、だから今日をその千分の一でいいんで、その日のためにやっときなさいと。で、千日だったらそれが全部できるようになってますよってことを、まあ15分くらいでお話したんですよね。そう、まあ結構ね、皆さん聞いてくれてというのが、私がこの年にしてですね、あんなところでいつも修行とかしてるんで、まあ若干噂になってたらしいんですよ。なんかキモい人がなんかやってるみたいなね、放送しながら、カンフーの稽古をしたりとか、棒術をやって、テロリストなんじゃないかと思われたらしいんですけども、まあちょっとしたですね、噂になってたわけですよ。で、それで私が、今日みたいにですね、生放送してるもんで、で、なんか結構明るい人みたいだっていう風に見られてね、で、先生が学校で喋りませんかっていうことを誘ってくれた時に、私が行きますって言ったんで、学校での、こうね、おしゃべりの機会をいただいたんですけども、まあ今日はそういう風にお話して、ここでね、何が言いたいかって言いますと、あの流れがすごすぎて、そうなんですよ、すごいですよね。だからこれで何を言おうとしてるかっていうと、行動すれば必ずそれを気づいてくれる人が出てくるってことなんですよ。で、それに対して、まあいろんなことが世の中で起きてくるっていうね。だからバタフライ効果って言うんですけども、蝶々が羽ばたいたら、その羽ばたきが世界のどっかで嵐を起こしてますよみたいなことなんですけども、私のこの、ライブ放送なんてのは視聴者さんにしてみたらね、10人とか多くても20人ぐらいのものなんですけども、この活動を見てる人が、なんだよあれって形で、で、学校の生徒さんですよね。学校に行って、今日ねこんな人いたよって言うので、私も見たみたいな感じで噂になってたと思うんですよ。そうらしいんですけどね。それで今日もなんか喋ってるから、今日はちょっとしっかり聞いてみようかみたいな感じで、通学中の友達が溜まっていって、そこにたまたま転生も来たみたいなね。たまに車でジロジロ見られてます。OK ですね。ジロジロ見られてる時に、わーいとかやってみたらいいですよ。愛想よく。そしたら向こうも反応が来ますんでね。これなんですか？サラマット MLM ってなんですかこれ？よくわかんないですね。アリさん、メッセージ、Can you speak Japanese でございますよ。MLM ってのは何でしょうね。まあそういう形で何かをやってれば必ずそこに社会が動いてくれるということなんですよ。だからですね、誰に会っても明るく元気に楽しくやっているところってのは必要かなと思います。暗くですね、気持ち悪くやってたら、やっぱりそこに声をかけたいとかっていう人いませんから、だからやっぱりいつもね、元気にポジティブにやってることがいいのかなと思います。で、お金持ちになるための3日目としては、そうやって環境を整えるってことですよね。いつも話しかけてもらえるような、笑顔とか明るく、だから昨日ね、私の、まあ、アドバイスで、そのまんま体操服でね、動画出てくれた方もいますけども、表情がなんか明るいんですよ、最初から。ヘアスタイルも、すごく可愛らしかったですね。まあ、そういう形で、声をかけてもらえるような、メッセージをいただけるような環境を整えていくっていうのが3日目にやることなんですよ。じゃあ、この Facebook で常に顔を晒すっていうのも環境を整えることですよね。だって知られてないと何も起きませんから。マイクさん、原因と結果ですね。そうですね。まさに原因と結果の法則で、まあ、因果の法則っていうのは何もかもあるわけですよ。簡単に言ったら、やったことしか実らないんですよね。でも大半の方は何もやってないのに収穫だけを望んでるんですよ。だって考えてください。今日何もことを起こしてないのに、将来はこんなことがあればいいなって思ってませんかってことなんですよ。じゃあ将来を3年ごと設定したときに、3年後のために何かを積み上げていかないといけないんです。一日一日積み上げていかないといけない。じゃあそれを何をやってきましたかって常に答えられないといけないんですよね。実はまだ家の中にいられないたちです。涙。なるほど。家の中から、外によく出かけちゃうってことですよね。だからいいと思いますよ。私も外に出るのは、まあ大好きですね。外に出るときには必ずライブ放送をしたりとか、動画を撮るとか、写真を撮るとかしてますね。要するに、今できる、環境、今いる環境の中でできることって必ずありますから、それをやり続けることによって、社会がそれに反応するってことなんですよ。社会に反応して自分が動いちゃダメですよ。自分の動きに対して社会を反応させるってことですよ。それが世の中を動かしていく、変えていくってことなんですよね。これが原因と結果の法則です。もちろん、大抵の人は何か行動するって言っても、ちょっと人に言うだけとか、ちょろっとなんか行動するとかでやめちゃうんですけども、これをですね、1000日やるっていう覚悟を決めたときに、多分1000日もやらないあたりで結果が出てきますから、社会が反応してきますから、私なんてライブ放送とか言ってですね、今日のテーマでやったのは1日目、2日目と、今日3日目ですよ。3日目に
して、もうそういう大きなアクションがあるわけなんですよ。で、まあ、高校でね、喋っていくと、まあ、なんともね、皆さん純粋な目で見てくれるわけですよ。男の子も女の子も。で、まあ、僕からしたら娘とか息子みたいな年齢の方々ですよね。で、多分、この子たちも素直に先生やお父さんお母さんの言うことは聞いてないはずなんですよ。でも、どこの誰かわかんない私のような話は聞いてると。そこにあるのは、私が完全にネットを駆使して、独立して、会社にも所属せずに、毎日自由に暮らしてるっていう、最初のフィルターを皆さんにね、みんなにかけたからなんですよ。私は毎日自由に暮らしてますよって瞬間、羨ましい、将来そういう風になりたいみたいに思うわけですよね。だから私の話をその後聞くんですよ。でも学校の先生ってフィルターからすると、どうせ先生の言うことでしょ、先生のこと当てになんないしとか、先生の言う通りなんて面白くないしっていうフィルターがかかるんで、どんなにいいこと先生が言っても伝わりにくいんですよね。で、そういう意味では私は学校の先生ではないという有利な点があったということなんですよね。で、これも環境を整えるってことです。自分がどこから何を発信すれば聞く耳を持つ人が多いのかっていうことを探るために、捕まえるために、毎日ですね、そのネットでの発信をしていくべきなんだと思います。ブログをやりたい人はブログをやって、ブログを読みたい人とつながっていくと。今だったら Facebook が一番いいんですけども、 Facebook を見てチェックを多くする人っていうのは、必ず Facebook で発信した人を見てくれてますんで、今日もですね、7名の方が来てくれてるんだと思います。はい、ではね、そろそろメッセージの方終わりますけども、3日目にしてだいたいもうケリがついてます。やることを決めてスタートすること、そしてやらないことを決めること、3日目は環境を整えるってことですよね。自分を邪魔したりとか、気にかかってやりかけのこととかっていうのはもうすでてやめてしまうとか、それを片付けてから自分のやるべきことに全力投球するということです。そういう意味で言ったらですね、例えば なんかのことを起こすときに費用がかかる、時間がかかるっていうときには、時間と費用は作っていかないといけないですし、それを使いこなすためには能力をつけていかないといけないんですよ。で、その意味でお金もない、時間もない、能力もないってことになると、もう完全に環境を整える時点でやる前からつまずいちゃってるわけですよ。だから、ここをいつも何かを起こす前に普段の時から積み上げていくっていうのが非常に重要なことになってきます。そういう意味ではですね、何かビジネスをしようかと思ったりとか、まあ口コミのビジネスでもネットのビジネスでもそうなんですけども、知られてないっていうことが一番めんどくさいんですよ。知られてない以上どんな商品も紹介できないですし、紹介したところで信頼関係が見てる人からしてできてないんで、物の売りようがないんですよね。パンツ売ります、あ、いいと思いますよパンツを売りますはい、とてもいいじゃないですか。ただ、パンツの売り方もまあ法的にどうかなっていうところとかね、まあ周りの人の反対とかもあるんで、あんまり直球ではお勧めしないんですけども、どういうことをお勧めするかって言ったら、まあ例えばですね、モデルさんがパーッと出てて、でパンツ新品売りますみたいな感じでサイズを書いとくみたいな。したらモデルさんのパンツなのかなと思って別に新品が届くみたいなね。これだったら全然大丈夫かと思うんですよ。まあちょっとね、お客さんからクレームが来そうですけどね。あ、話が違うぜみたいなね。まあまあこれは冗談ですけども、今日最後の、この動画の最後に紹介する人は、今日はなんと船越さんですね。火曜サスペンス劇場には出てませんっていうね、船越雄一郎さんのことを紹介して、今日の動画を終わろうと思います。お金持ちになる3日目の動画なんですけども、最後はお金持ちである船越さん、船越さんまだ見てますかね、船越さんもね、いろいろとね、お忙しい中活動されてますんで、なんかね、応援したいなと思いますけども、ぜひ友達申請をこの動画を見てる方は皆さん、船越雄一郎さんに送って仲良くなってくださいね。船越さんもね、また会いましょう。はい、では、火山院から放送の方を送らせていただきました。本日も、ライブ放送ね、ご覧いただきましてありがとうございます。で、続きは、マスターマインド TV で、また毎週水曜日にやってますんでね、よろしくお願いします。質問のある方は、celcio@gmail.com の方で受けております。船越さん見てます。ありがとうございます。はい。で、まあじゃあ、ちょっと追加でいきましょうかね。終わろうかと思ったんですけども。あ、どうも、ハートマークいっぱいありがとうございます。我々が何か行動を起こそうとするときに、いろんな障害が訪れると思うんですけども、これ繰り返しになりますけども、大体お金の障害、時間の障害、それを使いこなす能力の問題っていうのが起きてくるんですよ。じゃあ、この3つを今までの人生で整えてきたんですかってことを、やっぱり振り返ってもらいたいんですよね。急にお金が20万、30万いるようになりましたって時に、そのお金がないっていうのはもう今までちょっとそれが作れてなかった、準備ができてなかったってことで、ちょっとね、反省しなければならない点があるんですよ。でも反省だけではなくて、あ、こういう時のために困るんだ。だからいつも動けるお金とかは用意しておかないといけないんだなっていうふうに気がつく点。それから時間ですよね。
新しいカリキュラムをやろうと思った時にも時間が必要ですから、それからまあカメラ転売もそうですよ。カメラ転売しようと思ってもいるわけですよ。でもそうなった時に自由な時間が全くないと、できるはずなのにできないってことになりますから、これも環境が整ってないってことなんですよね。もうだからこれも時間っていう面でつまずいてもいけないんですよ。大きな勝負ができないんですよ。それから能力です。コミュニケーション能力とか交渉能力とかプレゼン能力とか、人と会って何か気持ちを動かすための能力っていうのは、やっぱ普段から鍛えておかないといけないんですよね。だって考えてみてほしいんですけども、俳優とか女優ですら毎日トレーニングして何回も NG 出しながらワンシーンワンカットを撮るわけですよ。プロでもそうなんですよ。で、我々は人の心を動かそうと思ったら、もっとやらないといけないってことですよね。だからプレゼンがもし下手な人がいるとしたらですね、プレゼンをもう俳優以上にトレーニングする必要があります。お、私です。西江さん。大丈夫です。私に任せてください。一緒にいるわけですから、これから。みるみるですね、力がついていきますよ。だから一緒に頑張っていきましょうね。はい。そういうことですね。プロでも努力してるんで、アマチュアの我々はもっとやりましょうって話になってきます。でもそれを無限にやろうって話ではなくて、一時期集中してやったら2ヶ月と3ヶ月やると、本当に突破できるわけですよ。ブレイクスルーできるわけですよ。口コミビジネスなんてのは最初の3ヶ月みっちりやると、組織ができて、売上が勝手に上がってきて、自分のランニングコストを払ってくれるんで、続いていけるんですよね。だから最初にあんまり活動が少ないと、自分のランニングコストに負けてしまって退場せざるを得なくなってしまうんですよ。それはネットビジネスも一緒で、早めに売上を上げていかないと続かないんですよ。苦痛で、不安で。という意味でですね、やっぱりスタートした最初に全力投球して 99% の力をスタートダッシュにかけるということが非常に大事になってきます。それではですね、本日も動画の方をご覧いただきまして、延長は以上で終了になります。船越さん、それから西江さん、安武さん、その他マイクさんも皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。